行かないそこができるわけですね、はいえー、これがようやく地を持ったた球が生まれたということなんですうん、うん、でこの状態が今言った国の底たちの神です、はい、で要するにそこに立つことができる神だよ、ね、そです、ね、国の底たちの神、はい、でこれからさらに何億年と経っていきますとですね、うん、このそれぞれの地殻からあちこちから火山爆発がやっぱあちこち地殻の穴から隙間からよう火山爆発が起きまして、はい だんだん溶岩が流れてまた固まり溶岩が出て固まりしましてですね。うん、この溶岩帯が冷却して地,地表面はですね。もう要するに真剣な尖った山ギザギザの状態にな。この地球がなっていきます。はい、要するに険しい山々がそそり立つ姿が地表面になる。はい、この状態はこの芋芋芋芋要するに詰要するに、えー、女神の方の国のそぎ立ちの神と言います。はい この状態を国のそぎたちの神と言ってるわけですねこうした地表面の熱気によってですねこのガスや中心部から表面にこうにじみ出てきた熱いものが今度は、えー、水蒸気になりますね、はい、で水蒸気として空間にバーッと上がっていきますでこれが地殻の,、えー、の表面が冷却するにつれて、ね、この空間の水蒸気は今度は何になりますか 空間水中雨そうです、はい、今も暑い日の夕立がざーッと降るように、うんはい、暑いこうあれと同じ状態で雨がざーッと降りますねでこれがあ地表に降りてですね地殻の上にこの水分が溜まって溜まっていきますはい、はい、でそれによってですねこの地球地中から噴出するものも冷やされて溜まっていったことでですねこの地球全体が水で覆われますはい。 大きな地球が水の塊水球となってですね、うんまあ、あたかも天体を映す鏡のようになるわけですよ水だけで終わまだ陸地のない水だけの惑星になるこの状態ですね、えー、この状態が、えー、雨の鏡の神ですまたその水中にはですね水の中には、えー、種々のです、ね、砂礫砂とか、えー、砂礫や元素を含んでいますのでですね えー、いろんなものがその中に混ざ,混ざってこれから何かを作られていく養分が要素が混ざっているということでこのお「雨の鏡の神の」の木崎といいますか、はい、妻の神様は「うんうん、雨のよろずの神」と名付けられたわけです。でこの海洋に覆われて大きな水の玉となった地球にはですね太陽や月の引力が今度は作用します。はい、でこれが 火ですね霊,霊の目覚めですね霊なるものまあ「日」というでも霊「霊」と書いて「日」ですねこの「日」の目覚めがここに始まるいわゆる呼吸作用の表れである潮の緩慢の現象が起きだすわけですさの緩慢はこれも潮の緩慢も呼吸です、はい、大きな地球の呼吸だとかもあるんですど,なるほど、はい、地球は生き物ですからかこの潮の緩慢の現象が現れるようになるとこの生物である 血球ですね、地球生物である血玉としての活動がここからスタート行われ始めるわけですねこうした血玉の生命力の作用を表現しているのがアワナギの神、はい、そしてその芋ナ波の神なのだ。うん これ全部この言葉通りに地球ができているということがお分かりなのです、ね、いやあの僕、聞きながら NHK でそういうビッグバンのあと地球がどうできたかみたいな動画を、はい、見たことがあったので、はい、それをイメージしながら今聞いてまそのイメージ通りの言葉があるということが本当に、はい、本当にそうですはいそしてですねこの国のお国の底たちの神からですね、うん、この「あ波の神」までの八柱の神を合わせたものが「イザなキミの狼」ですね。うん、えで国の そこたちの神から芋淡並の神までの間にこの血玉の生,生物としての,この生命素、ね、生物発生に必要な元素とこのエネルギーというものが地球で,地球でもとりわけ大海原、はい、そしてやがてできてくる陸地である野原にこう与えられて、うんはい、そこに蓄えられていきますね。この イザナキミの狼のお力が要するにここから「えー、イザナキミの狼の本当の力が発揮されていく段階に、うん、今その前段階がこの「六神の神」ですが、はい、この六つの神というのは実はイザナキミの狼イザナいの神イザナミの神二柱の神が一柱の神となったイザナキミの狼になにだと、はい、その分霊なんだという、うん。はい 分けた例なんだということをここで言ってるわけですねさあこの「いざなきみの狼」っていう言葉が今出たのでこれ言霊学で見ますとですね「はい」えー、イイというのは生き物「さ」はですね栄えるですそしてナは「な」は植える食、ねえー、産の植えるですね、はい、そして「き、えー」「み」ですね「き」と「み」というのは根幹「大本」という意味があるんですよ。うんうん でここで生物の上、えー、栄,栄える歯へ、ね、栄,栄える大本の道からの神、うん、ということなんですこの「イザナキミの狼」というのは、はいでえー。つまりですねもうこれは早い話が「イザナキミの狼」というのは今回一番冒頭で言いました増加の三神のですね、えー、化身であるということなんです。 そうだから神には永遠の命ですから、はい、どんな形にもなるし、うん、ある意味では形というかどんなお働きもされるわけですはい、はい、形というよりもお働きですね、うん、神の働きが名前になっていると思えばいいわけです、はい、まあこういうことなんですね、はいはい、で「古事記」にはですねここでこういう神様が出てきました次に「えー、次になりますか えー、成し神の名は「ウいジニの神」次に「いもスイジニの神」ですね「つぬぐいの神」「いもクぐいの神」次に「大殿寺の神」次に「大殿部の神」次に「モだるの神」次に「シコネの神」という神様が出て、はい、それで「次に」というのはまあ気にしなくていいんですけどうん、うん、これはまあ気にしなくていいんです。はい、ちょっと飛びますけどこれに、えー「天つ神もろもろの目、えー、を持っていざナきの御イいざミの おお、と二柱の神に、この漂る国を治め、作り、固め、なせと乗り越えて。雨のぬ方向をたまいて、ことよさしたまいて、こう,う有名な部分ですが。この中で、まあ、やっぱり重要なのは、まさにこの雨の、雨のぬ方向ですね。で、この雨のぬ方向、うん、これも言霊学から見ますと。はい、雨はですね、生命素です。はい、で、ぬは我が心です。うん、あるいは我が力。 と言ってもいいです。はい、で、法というのは心の現れ、うん、ね、法ですね。で、凍はですね、ものが凝り固まることです。はい、で、えー、これだを総合しますと、天の精神力を入れて、まあ輪が力とするという意味なんですよ。うん、はい。まあこれはですね、まあ天塚神のですね、地球経営の見事乗り、要するに地球をこのようにせよという見事乗りですのでですね。はい、えー、まあ後で出てくる雨の御柱、国の御柱。 というももののものののそでもあるわけです。はこのことからもですね、まあ、天津神はですね、えー、イザナギみの御こ、えー、この二柱の神なんですがこれを地球の、まああのー、主の神ですね、えー、とされてあらゆる生物の祖とするためにこの天下りを命じられたと,、はい、とこういうことになるわけですね。うんはい そのため国土を生み出すための方と方策としてですねやり方として先に出たウィジニの神、スイジニの神、次にツヌグイの神、イクグイの神ですね。えー、次にオ,オトノジの神、今オ,オトノヘの神、次にオモダルの神、今カシコネの神とまこういった神々を、うん、か神というより神業を授けるわけです。はい、技です。これをこう、うん、こうなるよこういう風に 進めよううとという神業のことなんですも、ねはい、どういうことかというのをまた一つ一つちょっと言いますと、うん、まずさっき言いました地,地球がですね水面に覆われていたのは少なくとも今からまあ50億年ぐらい前のことなんですが、はい、その頃の地球の直径はまあ現在の2倍以上あったとまあこう思われますが<ー>この海水の海の震度も2 0 0 0メートルよりは浅かったんだと言われています。 でまた地殻の収縮によって内部のガスがあちこちで外面に噴出していたことからです、ね、あのこの地球の地殻が、えー、っとまあ構成されて最初に起きた海底爆発がおそらくあっただろう、はい、ドーンと。 地球のは先ほど言った綺麗な水球から濁った水球になるわけです一、はい、回どうしても海底噴火があるということこれがウイジニの神です<ー> <laughs> そして地殻、えー、上の堆積物のがこう地殻上のこう海底噴火によって、まあ、海底の中でこうだん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 高いとこ低いとこができてその堆積物の先端がようやく海面から現れますね頭出します、ねはい、これオノコロジワはいこの、はい これが海底から表す頭を現したことで溶岩や火山が今度はそこの頭を出したところにだん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 、えー、とどまっていくといいますかね、はい、そして、えー、火山灰溶岩がその島にとどまることで海流がだん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 静かになっていきます、うん、そして、えー、海水の濁りがだんだんなくなっていくわけですよ。はい きれいだった海水があ濁ってた海水がだん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 澄んでいくあのよくあの泥水かき混ぜたのと同じです、はい、時間経てばスーッとこういう状態になる、うん、濁らなくなるこれが水神の神、うん、この状態です、はい、次の段大体30億年ぐらい前のこと葉でいわれている <laughs>、はい、でこの「えーですねえー、巣」となってね陸地から出た「巣」となった地にですね海から出た「巣」となった地に このアメーバーが生じて単細胞組織が進むわけですよ最初でそれがやがて、えー、草木草木の芽生えをもたらします、はい、この時一番最初の若い芽をです、ね、地中からえ角を生ずるかのように出ます、あ、よく芽が地中から出る時って一番最初角が地面から飛び出したような状態になりますね、はいうん、これが食いののでですすなるほど、はい、草木の方ですね草木の頭です、うん そしてこの草木が枯れてし枯れて死にますものが積み重なって積もり重なって腐ったですね土となる、ね、これまでの溶岩の土石とかあるのとは異質な土というものが今度出ますよね、はい、あのまさにそれはこれまでの植物の生成物の堆積したもの、はい、これはこの土の中から虫ですね、うんえー、虫 の幼虫やですねミミズといった生物が生まれて出てきますね、はいはい、これがイクグイの神ですうんこの状態を「グイの神、ね」と、はい、はい、さらにこの小野心島がだんだん隆起してですね中央に高いところができるようになるんです、うんはい、だんだんだんだ、うんそれがそれがの,地の神です、はいえー、そして逆に海辺の近くの平地や山の裾野がだんだん発達していきます。 これがオートノベの神大渡辺の神とおります、はい、この状態です、うんはい、これを言ってるんですねでこのやがてこの大渡辺の地にですね生物が、まあ、この特に大渡辺ですかオート渡辺に生命が発展していきますこの生物の形態を整えていくのがオモダルの神、はい そして生物の意思を明瞭にこう進展させて将来のことまで考えるようにさせるのが「賢音の神」といいます、はい、この「桃だる」というのはどちらかというと「物が整う、うん」「面が足る」という字に示すように物が形が整っているとか綺麗な形になっているというのを「桃だる」といいます、はい、そして「賢音」というのはどちらかというと「 細工と言っちゃうけど乱れてるちょっと歪んでる崩れてる崩れてるけど存在するという意味が実はこの「賢ね」という意味にはあるんですね要するに「崩れているけど進化する、はい」みたいに考えたらいいでしょうかうん、うん、この「主なる賢ね」という言葉もこれ実は非常にあの重要な言葉ですのでうん、うん、後々も別の意味でいろんなところで出てきます,てす、ね、はいこういうことですね はい。さらにこの小野古島には東西二つの島が今度誕生します。はい。でですね、えーまあ、この一つの島がまああの男の身をまあ男心男目を出して鷹結び一方が、まあ、まあ女の形をした島でこれをまあ上結びというものなんですがさらにですね この小野黒島そのもの最初の地,地球最初の火山島にはですねこのドーンと火山ができますとかよく火山の周りに噴火したものが堆積されて外輪山という山ができるのをご存知ですか山の周りに、はいはい、この外輪山ができる、はい、そのお男の方の外輪山がイザなぎの神、うん、女の方の外輪山、えー、が のの神のしみである要するにこのように形をとして示された、えー、見姿であるとこのように昔の人はあがめたわけです、はいはい、このようにですね雨のぬほこに象徴されるこの天神のみ事のままにですね、うん、この地球生命というものが、はい、皇帝が進められていったということなんですね。 その古事記日本書紀さらにあらあそれを補う他の書物を総合して、えー、理解したらこれがですね昔の人が抱いていた古代の日本人が抱いていた、えー、この地球生成宇宙生成地球生成の姿である、えーまあ、こう読むのが実は古事記日本書紀の、えー、正しい読み方でもあるわけですこうして見たようにですね、うん、この深部の働きがあって宇宙万物がこう生成発展していきます、はい これが神仏の道です。今見てきました。で、これはまあ言い換えれば宇宙の道と、はい、あるいはその天地の道なんですね。うん、で、これをまああの神奈川の真言宗真言宗道と昔の人は言ったわけです。はい、まこうも言われるものでですね。万物の進展をま促進して成就させるものなんです。で、それゆえにですね、この最後の言葉。 わが道は万物の根源百科の兼用なりという,う言葉がありますね、うんはい、さまざまに説かれる教えというのもですねすべてはここから始まるとこを説いてるわけです、はい、これが第一章なんですね。非常にい短い文章ですけど当、はい、選挙の中では。はい そこにはもう今回1時間ぐらいかけてですね、はい、聞いてきたような神々の働きっていうものがあったんだよっていう基礎知識があるっていう話ですね。ですからまあ皆さんねこの3回あ2回3回で聞いた2回の話っていうのは当選挙を読む当時の人たちのインテリジェンスですね要は知的なあの情報処理の根底にある知識だと思うまあそうですねまあ当選挙を書かれたよりもはるか昔かもしれないそうですね。 大池だけだだったんですよ大池だからこそありとあらゆる書物を管理していてそこから、うんえー、古代のう昔の日本人の知恵というものを知り得たけど逆にその書かれたものをこ、えー、後の時代ですね平安鎌倉の日本人が読めたかというとここはちょっと疑問なんですがで,ですから当刀戦郷ではなく孫子だけが武士に読まれたという可能性は十分ありますね。 いやちょっと話それるんですけど私先日あった縄文展っていうのに国立作家に行ってきましてね縄文時代の人たちのとでもあれの中にはですねトーラス体みたいな文様もあれば宇宙人を描いたんじゃないかというような道具もあるわけですよ。ということは昔の人はそういうことを見れたとか感じれたとか知ってたとかですねそういう仮説ができるわけですよね。からまあそこまで話を広げるとちょっと話が逸れてしまうんですけどただそういうことを もう我々はこう考えつつこういう「古事記」に書かれていることをまず理解し、はい、そしてもうこれから当選挙を読むにあたって。 あの応援役の人たちはそういったことを分かった上でこの文章をまとめたんじゃないかというそういうこうベースの知識をねここまでで押さえてきたということで非常にあの前回言いました初見の方には難しくてややこしいと思いますけれどもまああの一人一人の神様の名前って僕も覚えれませんし覚える必要はないですただ理解をしていくということが大事なんですそうですねでもあのそれこそ科学者の方であればこの理解で先生がおっしゃったことってまさにそのねあの地球ができたんであろ宇宙ができたんであろっていうプロセスをお話しいただいたことだと思うの そうですね。はい、是非、はい、そういった理解ではい。まずベースを固めていただいて、はい、次回からお話聞いていただきたいという風に思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございま。